こんにちは、吉田さん。そうですね、衰える部分ね、確かにね、この指先って別に衰えてないばかりか、まあ進化してますよね、考え方とか。いろんな問題解決ってのが、もうすでに何回も答えたことばかり、何回も解決したことばかりなんで、テンプレートのように出てきますね。多くの人の問題ってのは、お金とか仕事とか健康とか恋愛、この4つのうちのどれかで起きる。そして、それぞれのことに対してお悩み相談っていうのはね、今まで何回となく答えてきたんで、特にお金の問題とかね、答えがもうすでに出てることばっかりですね。だから今何か聞かれて言葉に詰まるってことはないかなと思いますね。ただ問題解決のための提案をしても、それをちゃんと使いこなして問題解決にその人が動いていくかどうかっていう問題はありますけどね。でちょっと話戻しますけども、タイピングは40歳の時に初めてね、麻雀しかやってもらった私が急にパソコンでインターネットね始めたんですけども、その時は確かに人差し指のね北斗神拳打法だったんですけども、今は本当にスムーズに、なんですかね、多分ね文字を書くよりもね、私はタイピングの方が今楽ですね、書くよりも。で、あとトークも衰えるってことはないんじゃないですか。どん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 上手になっていきますよね。多分これはね、話すスキルと書くスキルって50代になっても60代になっても70代になっても進化こそすれね、退化はしないと思いますね。だから50歳からでも60歳からでも始めていけないんじゃないですかね。それからコミュニケーションのスキルも、そのコミュニケーション取れば取るほど上手になるばっかりで、コミュニケーション取れば取るほど下手になるってことはないと思いますんで、人っていうのは、まあ人と出会いながらね、人によって磨かれていく部分があると思うんですよ。ただ人間の問題が全然回避できない人は、ただ進化してないだけ、学んでないだけなんですよね。例えばあいつが悪いと指さした瞬間に、もう自分で問題解決することを放棄してるわけなんですよ。自分にもできることがあるんじゃないだろうかと考えながら、人の問題とかお金の問題に関わっていれば、多分ね問題解決できないことはないと思うんですよね。まあ、ということで、衰える部分と衰えない部分、もっと言ったらこれからでも進化できる部分があるとしたら、話すスキルとか書くスキルじゃないですかね。そのセールスレターもパパッと書けちゃいますよね。私も商品を売るときにはセールスレター書くんですけども、それからクロージングのためにね、おしゃべりしてる動画とか送るんですけども、まあ決まらないことはないですね。よいしょ。ほら、生まれたばかりの子ってまだ言葉もあんまりないし、どんな言葉に対してどう返すかっていう経験もないじゃないですか。でも10代よりも20代、20代よりも30代、どんどん上手になっていくと思うんですよ。で、下手になる人っていうのはただやってないだけなんでしょうね、きっとね。で、攻略方法っていうのはそんなに特別なことじゃなくって、まあ、身の回りにいくらでも落ちてると思うんですよ。問題解決をしてる人にしっかりと学んで、問題解決を、ね、いつまでもできない人と関わりを絶っていくってことかなと思いますけどね。まあ、これからもね、私はそのインターネットを通じていろんな人とのコミュニケーションを取っていくと思いますけども、それは進化こそすれ、退化することはないんじゃないですか。ただ、体を使うものっていうのは毎日ものすごくやんないと、衰えることにブレーキはかけられるんですけども、基本的に進化することは奇跡的なことでもない限りないですね。特に吉田さんとかね、私もそうですけども、なんかその10代の頃とかにしっかりと体を作って、その素地がある方は40でも50でももう一回その体を取り戻すことができるんですけども、それがなかった方っていうのはもう多分ね、これから構築することになっちゃうんで難しいんじゃないですかね。まあというふうに思いますね。まあ、ですので、これからでも磨けるところを磨いていこうということでございます。なんかね、最近大和くんね、私のねギターをね弾きたがるんですよ。こんな感じです。私が弾いてると、適当に弾いてもね、触ってくるんですよね、こうやってね。で、ピックをね、いじってここに当ててくるんですよ。ほらね。で、私がこうやって弾いてるのを見て真似してくるんですよね。こんなにも、こんな子にもね、見よう見まねができるわけなんで、誰にでもできるんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。